こんにちは、ゆきです。今日はですね、レッスン70です。このレッスン70で HSK4 級レベルの文法が終わります。レッスン71からは HSK5 級レベルに入ります。はい。とりあえずですね、ここまで一区切りするわけですね。HSK4 級はこのレッスン70でおしまいです。はい。では見ていきましょう。今日の内容はこちら。動作が中断せずに続いていることを強調する 何々ょ何々ょ連続して動作が起こることを示す。い、何,何々、女、何々。今回のレッスン内容を身につければ、以下のような表現ができるようになります。車の中で話しているうちにすぐ到着した。子猫が追いかけているうちに子ネズミは逃げた。うちのワンちゃんは人を見るとすぐ吠える。 これは難しくないかなちょっと学べばすぐできるよ。彼はひとたびサッカーの話になると一日中話していられる。さあ、今日はですね、最後はこの二つです。まず、何々、じょー、何々、じょー、動詞ですね。はい。その次に、こちらも動詞です。い、何々、じョー、何々。この二つをご紹介していきたいと思います。まずは、えー、これですね。V、ジョー、V、じョー。 はい。じゃというのはレッスン26でもやりましたね。状態が継続しているということを示すんでした。例えば、私はメガネをかけています。お大じゃ円陣。はい。大じゃ円陣というのは状態の継続ですので、今この感じですね。もうメガネをかけています。他に、お大大円陣というと、動作になりますので、今、 こんな感じですね。今、面会にをかけているこの状態、この動作の ing ですね。二、はい、つの ing がありますから、日本語では二つの何々ているとあります。じゃあの方は状態ですね。その状態を表します。はい。例えばですね、こんな感じ。我们在车上、了 <noise> 着<声>、了着、很快、就到了。はい。これですね。了着、了 <noise> 着<声>。じゃあ <noise> の前はです、ね、動詞が来ます。同じ動詞が来ます。 でこの場合は、この動作が途中中断されずにずっと継続しているということを示します。そして、この後ろでですね、えー、突然、まあ、急にですね、状況が変わるということを示すわけです。でを話していた。はい。でもではもう着いたと到着したということですね。この二つ、まあ、突然の変化ですね。そういうのを示します。まあ、日本語では何々手いるうちに、 と訳されることもありますね。まあ、状況によっては、何々ていてとか、文、まあえー、によっては違いますが、何々ているうちにと訳されるものは多いですね。この場合も、まあ、車で話しているうちに到着した。すぐ、変化や状態をだもうすぐに到着した。ということになりますね。他には、

はい。これにもジャーがありますね。手に持っているこの状態。はい。患者、患者、見ていてですね、それを読んでいて、しゅージゃーラ寝ちゃったということですね。はい。後ろに来るのはですね、ま、シュージャーらという付けを使うことが多いですね。上もそうですね。クージャー、クージャー、ジしゅシュゃジャーラー。カンジャー、カンら、まー、シジョーがあってもいいですよ。なくてもいいですけど。はい。ま、シュージャーらを使うことが多いです。 はい。では、これもですねえ、さらに例文に触れ、あその前にですね。うん、ちなみにですね、この、じゃこの漢字は日本語と違うの分かりましたかえ日本語はですね、こうですよね。それでこうですよね。中国語は、こう来て、こう来て、一気にビューって来ますからね。この部分ちょっと違いますからね。これはどうでもいいんですけど <laughs>。はい。 では、これもですね、例文に触れてさらにニュアンスをつかみましょう。では、例文です。どうぞ。我们在车上、车上、車上というのは車の中でという意味です。りょうち 了を話すですね。了見もそうですが、おしゃべりですね。おしゃべりしているうちに、很快就到了。すぐ着いたですね。很快。すぐにですね。車の中でおしゃべりしているうちにすぐ到着したということです。我们在车上、聊着聊着、很快就到了。小猫追着追着、小老鼠跑了。 小猫追着追着、小老鼠跑了。追というのは追いかけるです。追いかける。追いかけているうちに、小老鼠、ネズミですね。跑了。逃げるですね。ネズミは逃げたと。逃げちゃったと。子猫が追いかけているうちに、小ネズミは逃げちゃったということです。 小猫追着追着，小老鼠跑了。小鸟飞着飞着，停在了树上。小鸟飞着飞着，停在了树上。飞は飛ぶですね。小鸟飞着飞着,飞着，小鳥はずっと飛んでいたけれども、停在了树上。停は止まるですね。树上。 木の上に止まったと。小鸟飞着飞着停在了樹上。は泣くです。孩子哭着哭着子供は泣いているうちに、 就睡着了，寝ちゃった眠りに落ちたというと孩子哭着哭着就睡着了。我妈妈拿着杂志，看着看着睡着了。我妈妈拿着杂志，看着看着睡着了。 拿というのは持つですね。な、じゃ雑誌、雑誌ですね。雑誌を持ちながら、看着看着睡着了。で、それを見ながら寝ちゃったと。我妈妈拿着杂志，看着看着睡着了。毛毛虫爬着爬着，爬到了树上。 毛毛虫、爬着爬着、爬到了树上。毛毛,毛虫ですね。パーはハウです。爬虫、爬虫。くねくね張ってるんですね。毛虫が張っていて、爬到了树上。木の上に到着したと。はいまあ、ちなみにですね、毛がいっぱいあってる毛虫ですね。それを毛毛虫というんで。 普通の芋虫ですね。この芋虫は何て言うのかって聞いたら、知らないって言ってましたね。僕の妻はですね。見たことないって言ってましたね。<laughs> はい、ちなみにですね、中国ではですね、えー、昆虫ですね。昆虫の名前とかもですね、あの、みんな知らないんですね。カブトムシとかも見てもわからないし、全部チョンズって言うんですね。皮、はい、はウェンズですし、飛ぶものはなんかウェンズー、サイハエ、それくらいで、あとはアメンボとか見てもチョンズって言うんですよ。 はい。コワガタムシとかもですね、ちょんず、虫ってことですね。全部虫。で、みんな名前知らないんですね。結構意外ですね。はい。場合によってはですね、方言を知ってる場合があります。方言、方言で何て言うのかっていうのは知ってる場合がありますが、一般的には名前知らない場合がものすごく多いです。毛毛虫、爬着爬着、爬到了樹上。

大家聊着聊着就喝多了。大家聊着聊着就喝多了。ここも聊着聊着ですね、話してる話すですね。大家聊着聊着聊みんな話しているうちに就、喝多了、飲みすぎてしまった大家聊着聊着就喝多了。 我担心你在高速上开着开着就睡着了呢。我担心你在高速上开着开着就睡着了呢。担心了，心配するですね。我担心你在高速上、高速啊、高速道路です、高速道路で开着开着、就睡着了着、开は運転するですね、運転しながら寝ちゃうの心が心配だよ 我担心你在高速上开着开着就睡着了呢。他很有口才，观众听着听着就笑起来了。他很有口才，观众听着听着就笑起来了。口才というのはトーク力です。え、弁的っていうんです力。 他很有口才。なので彼は話すのが上手だと。トークが上手いと。观众、リスナーですね。観客。听者、听、え、者、ー、聞きながら聞いてるうちに、ちょ笑起来啦、うん。笑い出したと。他很有口才。观众、听着听着就笑起来了。 小姐姐唱着唱着就掉了眼泪。小姐姐唱着唱着就掉了眼泪。小姐姐唱着唱着，オネサンワ，唱着唱着，歌いながらですね，就掉眼泪，涙をこぼしたと。小姐姐唱着唱着就掉了眼泪。 さあ、続いてはですね、い、なになに、じょう、なになに。はい。これはですね、ひとたび、ね、この V1 が起こると、動詞ですね。この V2 も起こると、連続して起こるということを示します。例えば、这个不難に医学就会だ。 これは難しくないから、一回学べばすぐできるよと。はい。学ぶできる。これがほぼ同時に連続して、同時じゃないですね。連続して起こると。学んだらできる。すぐできる。ということです。他に。 お茶ごご、い,い、かんだ就、れん、ちょ、ゃいいですね。ちょ、かんだれん。ひとたび、人を見るとですね、人を見かけると、ちょ、ちゃまわんわんわん、泣くと。はい。人を見た、泣く、わんわん。これが連続して起こると。そういう時に、い、じょうを使うわけですね。はい。日本語と同じですね。日本語でもひとたび、いちという字を使いますよね。はい。このままはですね、この、じょうと、 ですよね、これもカンダオレンとジャオこれは犬ですね2つ同じでした違う場合でも OK ですよ例えばこの場合は主語が違いますね 一解我就明白了先生が解説したらですね、解説したら、僕はすぐ分かった、理解できたということですね。先生が解説する、僕は理解できた。これが連続して起こるということです。はい。このように、前後の主語が違ってもいいわけですね。はい。これがいい〜何々、情でした。これもですね、では、例文を に触れてニュアンスをつかみましょう。では例文です。どうぞ。这个不難、你一学就会的。这个不難、你一学就会だ。这个不難、これは難しくないから、一学就会的。ひとたびですね、学べば就会すぐできるようになるよと。 这个不难你一学就会的。我家狗狗一看到人就叫。我家狗狗一看到人就叫。我家狗狗,到家狗,狗うちのワンちゃんはですね一看到人看到というのは見かけるですね。人を見かけたら就叫すぐ吠えると叫というのは吠えるという意味もあります 我家狗狗一看到人就叫。老师一解释我就懂了。老师一解释我就懂了。老师一解释、先生が解释というのは説明する、解説するです。まあたび解説してくれたら、おちょど僕はすぐに理解できたと、どんは理解できるですね。 老师一解释，我就懂了。小明一来，我就告诉你。小明一来，我就告诉你。小明一来，哎、欸、，Min-chan がきたら、おう小明一来，我就告诉你。 他一讲到足球就能讲上一整天。他一讲到足球就能讲上一整天。他一讲到足球，看来吧，そうだサッカーの話になると、長のじゃんしゃ一日中話していられるということです。 一讲到足球，就能讲上一整天。门一推就开。门一推就开。门一,就开门一推就开。推っての押すす门を押したら就开，すぐ開くと。门一推就开。 一听到音乐声，他就开始跳舞。一听到音乐声，他就开始跳舞。一听到音乐声，音楽ですね。音楽を聞いたら、彼女は始跳舞。彼女はすぐ踊り出すと。一听到音乐声，他就开始跳舞。 我一毕业就工作不读研究生了。我一毕业就工作不足研究生了。BA は卒業ですね我一毕业就工作。僕は卒業したらすぐに仕事をすると。不读研究生了。研究生というのは大学院です。動は動詞ですね。なのでもう大学院では勉強しないと。 すぐ就職するということです。我一毕业就工作，不读研究生了。我们在东京一住就是十几年。我们在东京一住就是十几年。我们在东京一住就是十几年。 私たちは東京に移住ですね。住み始めてですね。もうあっという間に十几年、十数年経ったと。我们在东京一住就是十几年。他只要一有空就看书。他只要一有空就看书。 他只要一有空就看书。嗯，カレは、只要ですね、只要一有空、ひまさえあれば、就看书。わんわん他只要一有空就看书。学生们一下雨就跑到教室里来。学生们一下雨就跑到教室里来。 学生们一下雨，学生たちは雨が降ったとた就到教室里来，教室に走りこ学生们一下雨就跑到教室里来。孩子们一下课就去食堂吃饭。

打算一放假就回国。我已经买好机票了。打算一放假就回国。我已经买好机票了。然后到下モでに、え、机票、飛行機のチケットですね、航空券。航空券はちゃんと買ったと。打算一放假就回国。一放假ですね。 打算，つもりだと。休みになったら、帰国するつもりだと。我已经买好机票了，打算一放假就回国。一听到雷声，小狗狗就开始发抖。一听到雷声。

一喝酒就会头疼。我酒量不好，一喝酒就会头疼。我酒量不好，我不そんなお酒が飲めないん一喝酒，我酒を我ょっとでも飲むと、ち我酒量不好，一喝酒就会头疼。 一说到做功课他就感到厌烦。一说到做功课他就感到厌烦。一说到做功课做功课というのは勉強するということです。学習と同じですね。まあ、手動做功课というので、まあ、勉強ですね。勉強の話になったら、なるとすぐに他就感到厌烦。厌烦というのはうんざりすると嫌気がさすんです。 一说到做功课，他就感到厌烦。李娜特别害羞，在陌生人面前一说话就脸红。李娜特别害羞，在陌生人面前一说话就脸红。 李娜特別害羞。害羞というのは恥ずかしいですね。シャイ、すごくシャイだと。在陌生人面前、陌生人と知らない人ですね。他人の前で、一说话、一说话就臨红。話すとすぐに臨红、顔が赤くなると。李娜特別害羞。在陌生人面前、一说话就脸红。 一感到孤独，他就会给朋友打电话。一感到孤独，他就会给朋友打电话。一感到孤独，那孤独になると、他就会给朋友打电话。彼女は友達に電話すると。一感到孤独，他就会给朋友打电话。 小明一到周末就去奶奶家玩。小明一到周末就去奶奶家玩。小明一到周末，小明は週末になると就去奶奶家玩，おばあちゃんの家に遊びに行くということですね。小明一到周末就去奶奶家玩。 これがですね、今日の文法でした。もう一度おさらいすると、まず何々、〜何々ち何々ょ。これは、動作が中断せずに継続していると。で〜何々しているうちに、その後に変化が起こるんですね。例えば、おめん、りょうちょ、りゃうじょうだわ。話しているうちについた。くうじゃ、くうちら。泣いていて、すぐ寝ちゃったと。このように状態が継続していて、その後に変化を示すんでした。 い、なになに、じょう、なになに。これはひとたびなになにをすると、こうなる。連続して起こる、えー。すぐ後にこれが起こる。ということを示すんでしたね。この例文では、じがぶなにいいしゅえ、じょうほえだ。これ難しくないから、一回勉強すればすぐできるよと。おじゃごごいかんだおれんょうちゃう。うちのワンちゃんは、人を見かけたらすぐ吠えると。うん で、二つ、主語が同じでもいいですし、違ってもいいんですね。えー、先生が説明したら、僕はすぐ理解できたと。主語は違くてもいいんですね。はい。これがですね、今日の文法でした。では、会話集ですね。そちらでさらにニュアンスをつかみましょう。会話集です。どうぞ。小宮、你什么时候回来た 你一放假就回老家去了，我本来打算找你玩呢，没办法，好久没回家，我爸妈催得要命。你带了什么东西啊？这么大的袋子？瓜子，给你带的，我妈特爱吃，家里备着好多。你也经常吃嘛？你是吃着吃着睡着的那种，寝室里都是你磕的瓜子壳。 我还怀疑我是跟仓鼠一起住呢。说什么呀？到底吃不吃啊？吃吃。今天太阳这么大，要不要出去走走？顺便买杯奶茶。可以啊。你昨天没睡吗？一直打哈欠。我本来打算车里睡嘛，不过感觉那个司机在高速上开着开着就会睡着了呢。这么危险的。 对啊，我心里虚的很，所以我一直看着他。他一闭眼睛，我就提醒他：高速上打瞌睡真的不要命啊！我一直很紧张，自己困也提醒自己不要睡。我睡了就完蛋了。要是没有你，他就危险了。算他命大了。是啊，我下车再次提醒他要先好好休息。 找个地方停车睡会儿，不然真的太危险了。我考驾照的时候看了高速公路发生的交通事故的视频，太可怕了。因为司机打瞌睡引起的事故吗？没有，司机并没有睡。那什么引起的？就是看会儿手机，看一秒车的移动距离也很长的。 前面拐弯的话就来不及，而且这样的情况会非常着急，很容易失控的，太恐怖了，光是想象就让人起鸡皮疙瘩。小米啊，你什么时候回来的？你一放假就回老家去了，我本来打算找你玩呢，没办法，好久没回家，我爸妈催得要命。 你带了什么东西啊？这么大的袋子，瓜子给你带的，我妈特爱吃，家里备着好多。你也经常吃嘛？你是吃着吃着睡着的那种，寝室里都是你磕的瓜子壳，我还怀疑我是跟仓鼠一起住呢。说什么呀？到底吃不吃啊？吃吃，今天太阳这么大。 要不要出去走走，顺便买杯奶茶？可以啊。你昨天没睡吗？一直打哈欠。我本来打算车里睡嘛，不过感觉那个司机在高速上开着开着就会睡着了呢，这么危险的。对啊，我心里虚得很，所以我一直看着他，他一闭眼睛我就提醒他。 高速上打瞌睡真的不要命啊！我一直很紧张，自己困也提醒自己不要睡。我睡了就完蛋了。要是没有你，他就危险了。算他命大了。是啊，我下车再次提醒他要先好好休息，找个地方停车睡会儿，不然真的太危险了。我考驾照的时候。 看了高速公路发生的交通事故的视频，太可怕了。因为司机打瞌睡引起的事故吗？没有，司机并没有睡。那什么引起的？就是看会儿手机，看一秒车的移动距离也很长的。前面拐弯的话就来不及，而且这样的情况会非常着急，很容易失控的。太恐怖了。 光是想象就让人起鸡皮疙瘩。小米啊，名前ですね。小米ちゃん、你什么时候回来的？いつ帰ってきたのと。你一放假就回老家。去了一就がありますね。放じゃというのは休みですね。休み休みになったらすぐに就回老家。 ラウチャーというのは実家のことですね。休みになったらすぐ実家帰っちゃったから。お、本来だすわん、ニーわンな。本来というのはもともとですね、そのつもりだったと。だすわん、ニーわン、遊びに誘うですね。遊びに誘うつもりだったのに。あなた、えー、シャオミ帰っちゃったじゃん。ということですね。そしてシャオミが、メが、バンファ。しょうがなかったのと。ハウジョウめいホイ長いこと家に帰ってなかったから、オバマ。 ついでやおみん。ついっていうのは、せかすですね。せかすとか、催促する。ついでやおみん。なになにでやおみん。というのは、程度がものすごいという意味です。なので、もう、催促されまくってたみたいな感じですね。で、りなが、にだいらしまとんしや。何持ってきたのと。で、また、だ、だいず。こんなに大きい袋。 大豆、袋ですね。Xiaomi は瓜子、g u ズゲニダイだ。g u ズというのは、ひまわりの種ですね,おまと愛吃ね。お母さんものすごく好きなんだ、と。家里背着好多。備、はい、というのは、買い置きするといった感じです。うちには買い置きしたひまわりの種がたくさんあるのよ、と。で、リナが、にえちんちゃんちうま。あなたもよく食べてるじゃん、とか。 食べながら寝ちゃうタイプなんだからと。秦朱里,里というのは、寮のことですね。寮の部屋を秦室というんですね、はい。寝室と書きますけど、あの,寮の部屋のことを言います。寮の部屋にはベッドもありますからねで。中国の寮は4人とか6人とかですね、一緒にまあ住むのが普通なんですね。 人種離島数にクーだ、ぐわずくー。クーというのはかじるです。はい。クーだ、あなたがかじった瓜子可、瓜子ずくー。ぐわずくというのはひまわりの種の殻ですね。くというのは殻です。はい、うん。ちなみにですね、スマホの、スマホケースもですね、正直クーと言います。はい。スマホの殻ということですね。まあそういうイメージですね。外側についている。 なはい、ここでちょっと皮肉を言ってますね。私はもうハムスターと一緒に住んでるんじゃないかと思っちゃうわ。怖、はい、まあ、疑っていうのは疑うという意味ですね。はいまあ、でもそう思うと訳してもいいですね。はい でシャオミが、少々前や。何言ってんのよ。と。え、到底吃不吃や、うん。食べるの食べないのと。まあ、ダ到底ってのは、ま、一体みたいなニュアンスがあるんですね。はい。え、ィナーは、チューチュ、ー食べる食べると。今天太陽ってまだ。はい。太陽ってまだ。ですね。太陽が大きい。暑いということですね。日が、日がすごく照ってる。これ中国では太陽だ。と言いますね。要不要出去走走。 うん、外行って歩かないと。順便买杯奶茶、はあ。順便というのはついでにですね。ついでにミルクティー、奶茶、ミルクティーですね。ミルクティーでも買うと。小米は、可以呀、いいよ。リナ、我昨天。你昨天没睡吗、ま、昨日寝てないのと。ハチェン。ダハチェンというのはあくびをするですね。小米は、我本来打算車里睡嘛、ま。 んらがありますね。車の中で寝るつもりだったんだけど、感なだけど、その筋は運転手ですね。在高速下、高速で、かいじゃかいじゃ、ちょ、ほい、睡着了な。運転していて、寝ちゃったのとか言ってますね。はい。いなが、ちゅま、うだ。 そんな危ないのと。それやばいじゃん。って言った感じですね。シャオミ i は、とえや、そうだよ。もう心理臭で恨。心理臭っていうのは、ビクビクするとか、ヒヤヒヤするといった感じです。なんとかだ、恨っていうのは、えー、非常みたいな感じですね。すごくといった感じです。そういえば、いつ感情他。だから私はずっと、その運転手さんのことを見てて、他一批遠近了。 お嬢を提醒他。ここに異常がありますね。運転手さんが目を閉じたら、すぐに運転手さんに注意すると。リーナが高速上打、打が睡。打が睡というのは、まぁ、あ、えぇ、ー、コクコクと。まぁ、あ、船をコクって言うんですが、ど、コクコクってった感じですね。ジェンダー不要民が、不要民というのは、命知らずといった感じですね。 シャオミが、我一直很緊張,緊張、緊張、緊張ですね。ずっと緊張してたわ。と、自己困、え、提醒自己不要睡。自分自身眠かったけれど、自分、寝ないようにですね、ずっと気をつけてたと。お睡了,就完蛋了、ちょ、ワンダン啦。ワンダンというのは、まあ、終わり、おしまいってことですね。私が寝ちゃったらもう終わりだわ。と。リナーが、要は、是、没有に、 タジョウェイシェンラ、ヤオシュ、ルーゴ、同じでしたね。もしですね、もし、えー、あなたがいなかったら、その運転手さんはもうやばかったんじゃないと。スワン、タ、ミン、ダーラ。うん、タ、ミン、ダーというのはですね、運がいいということです。強運であるということです。まあ、シャオミーがいなかったら、その運転手さんは事故に遭ってた可能性もありますからね。そう考えると、シャオミーがいたということは、あの運転手さんは強運だったわけね。 ということですね。小米が、シア、お下車再次提醒他要先好好休息。車降りてからもう一度あの運転手さんについ注意したわと。しっかり休むようにと。長个地方停車睡会。どっか場所を探して車を止めてちょっと寝ると。寝,寝た方がいいよと。不然、真的太危険了。そうじゃないともう本当に危険すぎると注意したと。リーナが、お革ゃ罩の時候、 カウチャジャオというのは免許ですね。免許を取るとき、カン高速公路ファーシュンダジャオトンシュピン、高速で起きた交通事故のビデオを見せられたと。それを見たと。タイクパラ。すごく怖かったと言ってますね。はい、僕も中国であの免許を取ったんですけど、あるんですね。そういうビデオを見せられるんですね。はい、結構怖いです、あれ。シャオミちゃんが、 因为、すじだがインチだすぐま。運転手さんが居眠りしたから起きた事故なのと。りなが、メイヨ、違うわ、と。すじ、ビンメイヨ、睡。ビンは、メイあの、否定の強調でしたね。いや、寝てはいないのよ、と。はい。寝てないのに事故が起きたとそ。それを強調するためにビンを使ってますね。シャオミが、な、マインチだじゃどうして事故になったのと。りなが、就是看、看法、手術。 え、スマホを見たからと。看一秒、車の移動距離、也很長の。一秒、スマホを見るだけで、車の移動距離というのは、ものすごい、長いのよと。前面、拐弯ん、だ、拐弯というのは、曲がりですね、カーブですね。前がカーブであったなら、超来不及、もう間に合わないわ、と。而且、し、え、的情况会非常着急。ふと前を見たときに、カーブがあったら、もう、 じゃあな情况ですね。このような状況では、很着急、焦ると。容易失控で。失控というのはコントロールを失うと。簡単にコントロールを失っちゃうわと。小米が太昆布ラは怖すぎるわ。光誌想像。光誌というのは何々するだけで、ということです。光誌想像。想像するだけで、就让人奇跡皮狩だ。 はい。ちぃぴくー,ピークだというのは鳥肌です。チぃが動詞ですね。鳥肌が立つです。本当に鳥肌が立つわということですね。僕も一度上海からですね、タクシーでこっち帰ってきたんですけど、夜中の2時頃かなに乗ってですねで、家に着くまで2時間以上ですね、車に乗らなきゃいけないんですが、運転手さん、居眠りしてるんですよ。これと同じ状況ですね。ほんと死ぬかと思いましたね。もうずっと見てですね、運転手さんに注意してですね、話しかけてですね、 その運転手さんは昨日二時間しか寝てなかったとか言い出してですね、もうホンヒヤヒヤしましたね。皆さんも気をつけてください。小米啊，你什么时候回来的？你一放假就回老家去了。我本来打算找你玩呢，没办法，好久没回家，我爸妈催得要命。你带了什么东西啊？这么大的袋子？瓜子，给你带的。 我妈特爱吃，家里备着好多。你也经常吃嘛？你是吃着吃着睡着的那种。寝室里都是你磕的瓜子壳，我还怀疑我是跟仓鼠一起住呢。说什么呀？到底吃不吃啊？吃吃。今天太阳这么大，要不要出去走走？顺便买杯奶茶？可以啊。你昨天没睡吗？ 一直打哈欠，我本来打算车里睡嘛，不过感觉那个司机在高速上开着开着就会睡着了呢，这么危险的。对啊，我心里虚得很，所以我一直看着他，他一闭眼睛我就提醒他，高速上打瞌睡真的不要命啊！我一直很紧张，自己困也提醒自己不要睡。 我睡了就完蛋了，要是没有你，他就危险了。算他命大了。是啊，我下车再次提醒他要先好好休息，找个地方停车睡会儿，不然真的太危险了。我考驾照的时候看了高速公路发生的交通事故的视频，太可怕了。因为司机打瞌睡引起的事故吗？ 没有，司机并没有睡。那什么引起的？就是看会儿手机，看一秒，车的移动距离也很长的。前面拐弯的话就来不及，而且这样的情况会非常着急，很容易失控的。太恐怖了，光是想象就让人起鸡皮疙瘩。 你怎么了？宿醉了是不是？好像是。我酒量不好，一喝酒就会头疼。那你昨天干嘛喝那么多啊？李明给我吃个不太会喝醉的药，吃药后我喝酒也没事，但是突然开始头晕了，晕得很厉害，站不稳了。你这样很危险的，甚至会有生命危险的呀。 现在我也体会到了，这样太危险了。你脸色苍白，这样对身体的伤害真的蛮大的。你现在是不是不舒服？很不舒服，头也疼，还有点晕。一直这样的话，我带你去医院。嗯，我也怕了，以后绝对不喝酒。这次就算是个教训。 既然你下定决心了，以后不要喝酒啊！知道了。我昨天到底喝了几杯啊？应该不少吧？我又没数，不知道具体的。你平时不喝酒的人，喝一杯身体也反应够大了。王汉他们也喝了不少吧？没有那么多。你喝醉之后，他们也不怎么喝了，是吗？ 他们平时也不喝酒呢。你昨天都喝醉了，还会觉得喝酒有好处吗？我已经深知了，喝酒只是带来一时的快乐，后面是无尽的痛苦。是啊，如果你每天喝，到了年纪生病了，痛苦就会一直伴随着你呢。是，我爸是那样，得了糖尿病、高血压。 必须天天吃药，吃的东西也受控制。这次你人没事就好，以后你自己要有分寸。嗯，会的。我有点口渴，你可以帮我倒杯水吗？好啊，喝完水你再睡会儿。你怎么了？宿醉了是不是？好像是，我酒量不好。 一喝酒就会头疼，那你昨天干嘛喝那么多啊？李明给我吃个不太会喝醉的药，吃药后我喝酒也没事，但是突然开始头晕了，晕得很厉害，站不稳了。你这样很危险的，甚至会有生命危险的呀。现在我也体会到了，这样太危险了。你脸色苍白。 这样对身体的伤害真的蛮大的。你现在是不是不舒服？很不舒服，头也疼，还有点晕。一直这样的话，我带你去医院。嗯，我也怕了，以后绝对不喝酒。这次就算是个教训。既然你下定决心了，以后不要喝酒啊。知道了，我昨天到底喝了几杯啊？ 应该不少吧，我又没数，不知道具体的。你平时不喝酒的人，喝一杯身体也反应够大了。王翰他们也喝了不少吧？没有那么多。你喝醉之后，他们也不怎么喝了，是吗？他们平时也不喝酒呢。你昨天都喝醉了，还会觉得喝酒有好处吗？ 我已经深知了，喝酒只是带来一时的快乐，后面是无尽的痛苦。是啊，如果你每天喝，到了年纪生病了，痛苦就会一直伴随着你呢。是，我爸是那样，得了糖尿病、高血压，必须天天吃药，吃的东西也受控制。这次你人没事就好。 以后你自己要有分寸。嗯，会的。我有点口渴，你可以帮我倒杯水吗？好啊，喝完水你再睡会儿。你怎么了？どうしたのと？宿醉了是不是？宿醉というのは二日酔いですね。二日酔いでしょうと。B さんが話しやすそんな感じと お酒量不好。酒量というのは飲めるお酒の量です。それは酒量というんですね。俺お酒そんな飲めないんだと。一喝酒就、酒會、頭痛。一錠がありますね。たびお酒を飲んだら、もうすぐに頭が痛くなると。頭痛、頭が痛いと。頭痛がするってことですね。A さんが、何、に、昨天、ガンマ、ハナマドじゃあどうして昨日そんなに飲んだのよと。B さんが、にみん。 名前ですね。李明给我吃个不太会喝醉的な药。李明が酔わない薬というのをくれたんだと。吃後、我喝酒也沒事。その薬を飲んだ後にお酒を飲んでも大丈夫だったと。但是突然開始拖晕了。でも急に頭がクラクラし始めて晕得很厉害。ものすごくクラクラしたと。胀部闻了。 ジャンプっというのは、えっと、しっかり縦入れられなくなったと。で、A さんが、に、ジェアン、はん、ウだ。そういうの、すごく危ないわよ、と。瞬時、ほいよ、生命、危険だや。ね、瞬時というのは、何々でさい。ということですね。命の危険があることもあるのよ、と。B さんが、現在、おえ、ひゅうほいだわ。今は、すごくよくわかったと。じェアン、た危険だ。本当に、こういうのは、危ないと。A さんが、 你脸色苍白，啊，那得靠莫莫少的西，这样对身体的伤害真的蛮大的。啊，体内的钙ですね，もうすごく大きいわ。蛮大蛮很と同じです。很大蛮大同じです。你现在是不是不舒服？今は気持ち悪いんでしょうと、具合悪いでしょうと、鼻伤啊很不舒服。嗯，すごくないと。头也疼，頭も痛い。痛い还有点晕。 あと、クラクラする。めまいがすると。一直这うだわ。おいに去医院。ね。ずっとそんな感じだったら、私病院に連れて行ってあげるわよ、と。B さんが、うん、我也怕だ。俺も怖くなってきたと。以後、絶対不喝酒。もう、今後絶対お酒は飲まないと。A さんが、这次就算是个赵顺。今回のは、教訓っていうことね、と。既然に下定决心了。ね、下定决心というのは、 心に決めるですね。うん。決心を固める。みたいな感じです。こういった決心を固めたんだから、ジーラ何々したんだから、ね。イホ不要ヤワハこれからお酒飲まないでね。と。イさんが、知道了、分わかった。と。お、昨天、到底、喝了ジ杯呀昨日一体、俺は何杯飲んだのと。イさんが、インガイブシャオバー。いや、少なくないでしょう。と。少なくないはずよ。と。お又めしゅ。うん。うっていうのは、 数えるですね。はい。動詞の時は、しゅう。第三世になりますね。しゅう。これは数ですね。名詞ですね。第四世の時は。で、おいをめし私も数えてないし、と。ぶつだう、じゅうていだ。具体的にはわからないわ、と。え、ね。普段お酒が飲まない。普段お酒を飲まない人が、は、いっぺ、しんていえ、ファインゴダーラ。ね、一杯飲んだだけでも、 体の反応というのはもう十分大きいわと。B さんが、ワンハン他面へ喝了不少吧。ワンハン、名前ですね。ワンハンたちもえ、たくさん飲んででしょうと。A さんが、メイヨナマド、そんな飲んでないわと。イフフーーォターメンイェ面ー不マフーラあなたが酔っ払ったとみんなもほとんど飲まなかったわと。B さんが、しまあ、そうと。他面平时へ不喝状な。あいつらも普段お酒飲まないんだよと。A さんが、 昨日酔っ払って、まだお酒にはメリットがあると思ってるのと思うと。B さんが、おい、いちん、深知だ。もう今、本当に深知というのは深く分かったと。よく理解したよと。喝酒只是带来一时的快乐お酒というのは、一時の快楽しかもたらさないと。 後面是无尽的痛苦。あとは、無尽、無尽の終わりのない痛苦苦痛だと。A さんが、是啊、そうでしょうと。如果你每天喝、もし毎日飲んだら、到了年紀生病了。年をとって病気になって、痛苦就会一直伴随着你な。その苦痛は一生つきまとうわよと。怖いですね。で b さんが、是。おばあ、死なんや ああそうだね、と。僕のお父さんはそうだよ、と。だから、炭尿病、倒血や、糖尿病と高血圧になった、と。必須天天吃药、毎日薬を飲まなきゃいけないし、吃的东西也受控治、食べるものも制限がかかってると。姉さんは、这次に人没事就好。今回は、あなたの体が大丈夫だったんだから、 えー、それでよかったわ、と。以后に次要有分寸。有分寸というのは分をわきまえるですね。これからはちゃんと分をわきまえなさいよ、と。B さんが、うん、ほ、はいだ。わかった、と。お、有点口咳。口咳というのは喉が乾いた、と。ちょっと喉が乾いたんだけど、に可以晩お倒杯水吗いっぱい水くれるかな、と。 到对呢米叔叔叔咕对于多少到对吗到背水对呢嘛米叔叔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 �叔叔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 �叔叔�叔叔叔�叔�� 李明给我吃个不太会喝醉的药，吃药后我喝酒也没事，但是突然开始头晕了，晕得很厉害，站不稳了。你这样很危险的，甚至会有生命危险的呀。现在我也体会到了，这样太危险了。你脸色苍白，这样对身体的伤害真的蛮大的。你现在是不是不舒服？ 很不舒服，头也疼，还有点晕。一直这样的话，我带你去医院。嗯，我也怕了，以后绝对不喝酒。这次就算是个教训。既然你下定决心了，以后不要喝酒啊。知道了。我昨天到底喝了几杯啊？应该不少吧？我又没数，不知道具体的。 你平时不喝酒的人，喝一杯身体也反应够大了。王翰他们也喝了不少吧？没有那么多。你喝醉之后，他们也不怎么喝了，是吗？他们平时也不喝酒呢。你昨天都喝醉了，还会觉得喝酒有好处吗？我已经深知了，喝酒只是带来一时的快乐。 后面是无尽的痛苦。是啊，如果你每天喝，到了年纪生病了，痛苦就会一直伴随着你呢。是我爸是那样，得了糖尿病、高血压，必须天天吃药，吃的东西也受控制。这次你人没事就好，以后你自己要有分寸。嗯，会的。我有点口渴。 你可以帮我倒杯水吗？好啊，喝完水你再睡会儿。当狗狗听到主人回家的声音时，它总是迫不及待地跑出去迎接。这是因为狗狗非常喜欢主人，主人对它来说就像是全世界最好的朋友一样。 狗狗会在门口等待着，耳朵竖立，眼睛一直盯着门口，等待着主人的出现。当它听到主人回家的车声或者脚步声时，它会兴奋地摇着尾巴，发出欢快的叫声，表示它对主人的欢迎和期待。门一打开，狗狗就会跳出去，迎接着主人。 它会用舌头舔主人的手，用身体蹭主人的腿，表示它对主人的爱意。有时候，甚至会带着自己喜欢的玩具或者骨头来迎接主人，想要和主人一起玩。主人回家后，狗狗会跟着主人走进屋子，陪着主人度过愉快的时光。它会跟着主人到处走动。 时不时地用嘴叼来玩具，表示想要和主人一起玩。有时候，主人还会给狗狗一些零食或抚摸它的头，让狗狗感受到主人的关爱。狗狗对我们来说是人生的一部分，但是对于狗狗来说，主人就是它的整个世界。它们之间的情感是无法用言语来描述的。 当狗狗听到主人回家的声音时，它总是迫不及待地跑出去迎接。这是因为狗狗非常喜欢主人，主人对它来说就像是全世界最好的朋友一样。狗狗会在门口等待着，耳朵竖立，眼睛一直盯着门口，等待着主人的出现。 当他听到主人回家的车声或者脚步声时，他会兴奋地摇着尾巴，发出欢快的叫声，表示他对主人的欢迎和期待。门一打开，狗狗就会跳出去，迎接着主人。他会用舌头舔主人的手，用身体蹭主人的腿，表示他对主人的爱意。有时候。 甚至会带着自己喜欢的玩具或者骨头来迎接主人，想要和主人一起玩。主人回家后，狗狗会跟着主人走进屋子，陪着主人度过愉快的时光。它会跟着主人到处走动，时不时地用嘴叼来玩具，表示想要和主人一起玩。有时候。 主人还会给狗狗一些零食或抚摸它的头，让狗狗感受到主人的关爱。狗狗对我们来说是人生的一部分，但是对于狗狗来说，主人就是它的整个世界，它们之间的情感是无法用言语来描述的。 当ゴゴ聽到主人回家的聲音時、当何々死がありますね。何々した時でしたね。ゴゴワンちゃんが聽到、聞いたですね。聞こえたと主人回家的声音。主人、飼い主です。飼い主が帰ってきた音を聞いたら、音が聞こえたら、他总是ポーブ時代で逃出去迎接。 他总是いつもですね、毎回、ポップ時代というのは待ちきれない、じっとしていられない様子のことを言います。もうそわそわしてですね、パ跑出去、走っていって、陰接、陰接というのは迎えると。ご主人さんを迎えると。这是因为 Gogo 非常喜欢主人。これは、ワンちゃんがとってもご主人のことが好きだからと。主人对他来说、就像是全世界最好的朋友一样。 ね、そのご主人様は、そのワンちゃんにとっては、もう全世界での一番の、えー、ベストフレンドですね。一番仲がいい友達と、うん、一番仲がいい友達みたいなものよ、と。ゴゴをね、ワンちゃんは、その門の前でずっと待ってて、じょ、その状態を継続してるわけですね。ずっと待ってると。アドシュリー。ね、アドシュリーというのはそば立てるですね。耳をそば立てて、 眼睛一直盯着门口。盯っていうのは見つめるですね。凝視する。ずっと門口というので門を見つめてると。等待者主人的出現。ずっと、えー、ご主人様が見えるのを待ってると。当他听到主人回家的初声、後脚步声詩。これにも当何々詩がありますね。ワンちゃんが听到主人回家的初声、 なので、車の音ですね。車の音、もしくは、朝不ン歩く音ですね。歩いてくる音が聞こえたときに、他会心愤で、やおじゃー微刃。心ンというのは興奮してですね。ワンちゃん興奮して、やおというのは振るですね。微ーなので、尻尾ですね。やおじゃがありますので、その尻尾を振るわせている状態ですね。はい。八柱桓快的朝声、 嬉しいってことですね。すごく嬉しい泣き声を出して、表示他对主人だ。欢迎和期待。で、それで、ご主人様に対して、欢迎というのは、まあ、受け入れるということですね。まあ、その喜びということですね。それと、期待、期待と書いてありますけど、まあ、これもその嬉しさですね。あ、帰ってきたと。門意大開午後、朝会跳出去。これにも以上がありますね。二つで主語が違いますね。門意大開。 面意、打開。なので、門ですね。門が、ひとたび、開けば。その次の章は、五ごですね。五号情報を跳出中。ね。もうワンちゃんは飛んでくと。そして、ご主人様を迎え入れると。他怠怠舌頭、天主人だしを。うん。天というのは、舐めるです。なので、舌頭、これは、舌ですね。舌で、ご主人さんの手を舐めたり、 用身体蹭主人的腿。体で蹭というのは擦り、擦,えっと、擦るっていうことですね。ご主人さんの足ですね、足に。薬りつけたり、表示他对主人的愛意。それで、その、ご主人様への愛を示すと。よしほう。よしほうというのはある時とか、こういう時もあるみたいな感じです。甚至、会带着自己喜欢的玩具、或者骨头を来。 え、引借主人。あ、時、何々に賽って感じですね。会大事を自己喜欢的なワンュなので、自分の好きなおもちゃや、え、具刀、え、骨ですね。ワンちゃんが食べる骨。え、来引借主人。ね、それを持ってくることもあると。シャニャオハ、要和主ン一番。ご主人様と一緒には遊びたいと。主人回家後、 ご主人様が帰ってきた後は、午後会跟着主人走近屋子。ね、走近というのは入ってくるですね。屋子というのは部屋ですね。部屋に入ってくると。ワンちゃんも一緒に部屋に入ってくる。陪着主人度高愉快な時間。そして、一緒に愉快、楽しい時間を過ごすと。他会跟着主人到处走動。到处というのはあちこちですね。あちこち。 走動,動き回ると。ワンちゃんは、跟着住人なので、くっついてですね、ご主人様にくっついてあっちこっち動き回ると。すぶするで、四雕来玩具。すぶすというのは、しょっちゅうですね、しょっちゅう用嘴。四つ口で、雕というのは、加えるですね、雕来玩具。加えてくると、おもちゃを加えてくる。表示しゃん、要和主人一起玩。それで、 ご主人さんと一緒に遊びたいという気持ちを示すと。よしほね。他には、主人还會給ご给ゴゴ一些、临时或ふも他的と、ご主人さんは、ワンちゃんにお菓子をあげたり、頭を撫でてあげたりすると。ランごう感受到主人的安愛。そして、まあ、ごごにですね、その愛を示すと。うん。よしほなので、そういうこともあると。そういう時もあると。 ゴゴ对我们来说、对何々来说、何々にとってですね。なので、ゴゴ对我们来说、ね、ワンちゃんは、私たちにとっては、是人生の一部分。人生の一部であると。だが、そ对于ゴゴ来说、ね、对于来说、对何々来说、同じです。なので、しかし、ワンちゃんにとっては、主人就是他的整个世界。ご主人様は、 ワンちゃんにとっては、もう全部の世界だと。もう、もうそれこそが世界全てだと。他们之间の情感、ね。で、そのご主人様とワンちゃんのその感情ですね。感情のやりとりというのは、是无法用语言来描述的。ね。無法、というのは何々するすべがない。方法がないと。是无法用言語来描述的。無法、というのは何々するすべがない。方法がないですね。 言葉,ですね、言葉で描写することができるものじゃありませんと。それを超えているということですね。うちの国もそうですね。ちょっと外に3分くらいでもですね、家に帰ってくると、ですね、ものすごく嬉しそうにですね、飛び跳ねて、舐めてきて、体を薬つけてきて、かわいや可愛いですね。嬉しいですね、そういうのは。 当狗狗听到主人回家的声音时，它总是迫不及待的跑出去迎接。这是因为狗狗非常喜欢主人，主人对它来说就像是全世界最好的朋友一样。狗狗会在门口等待着，耳朵竖立，眼睛一直盯着门口，等待着主人的出现。 当他听到主人回家的车声或者脚步声时，他会兴奋地摇着尾巴，发出欢快的叫声，表示他对主人的欢迎和期待。门一打开，狗狗就会跳出去迎接着主人。他会用舌头舔主人的手，用身体蹭主人的腿，表示他对主人的爱意。有时候， 甚至会带着自己喜欢的玩具或者骨头来迎接主人，想要和主人一起玩。主人回家后，狗狗会跟着主人走进屋子，陪着主人度过愉快的时光。它会跟着主人到处走动，时不时地用嘴叼来玩具，表示想要和主人一起玩。有时候。 主人还会给狗狗一些零食或抚摸它的头，让狗狗感受到主人的关爱。狗狗对我们来说是人生的一部分，但是对于狗狗来说，主人就是它的整个世界。它们之间的情感是无法用言语来描述的。 皆さんお疲れ様でした。これがレッスン70でした。で、今日で HSK4 級の文法は最後です。はい。なので、ぜひもう一度ですね、HSK4 級を全部復習してみましょう。HSK5 級に進む前にですね、その前に HS K、HSK4 級、1級から1,2,3,4、全部をもう一回復習した方がいいですね。はい。中国語上手になりたい場合はですね、このビルを作るわけですよね。大きなビル。はい。大きなビルを作るつ。 土台ですね。ここの土台というのは、このビルが大きければ大きいほど土台というのは大きくなきゃいけませんからね。はい。3階のビルと100階のビルとは土台が違います。この土台をしっかりしてないとですね。はい。土台が空欄のままだとおかしいことになりますから、今曖昧なものをですね、しっかり頭に叩き込むようにしましょう。その方法は何度も何度も繰り返すことです。はい。シャドーイングするのと読む音読。これでですね、何度も何度も繰り返す。 書く必要はありません。手で書いたりするとですね、まあ時間がもったいないですから、そんなことをする必要はないですが、何度も何度もですね、シャドーイングしてみてください。えー、HSK49 のですね、まとめ動画も準備しますので、そちらもぜひチェックしてください。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。